こんにちは、ガーラ湯沢所属 SAJ ナショナルデモンストレーターの栗山ひろきです。こちらの板はフィッシャーの RC4CT になります。こちらの板、見た目にも鮮やかな黄色で、ザ・フィッシャーという感じで、素晴らしいデザインとなっております。乗り心地としては、カービングした時の安定性ですね。こちらの MO プレートとこちらのもう平板ですね、もうウッドの板で非常にカービングがしやすい1台となっております。特に、高いレベルの、テクニカルクラウンの大回りなどで非常に活躍する板だと思いますので、上級者の方はより上のレベルを目指してガンガンこれでカービングターンをやってみてください。こちらの板はフィッシャー RC4SC Pro というモデルになります。普通の SC と SC Pro の違いというのは、こちらのプレートですね、 MO プレートがついているかどうかというところが違いになります。で、こちらの MO プレートがついていることで、カービングをした時の食いつきですね、これが非常に高く力強いカービングを描く元になります。で、使用感としてはそうですね、小回りから中回り大回りまでどのターンでもこなせる1台だと思います。私も実はレッスンで履いているんですけども、どんな雪質にもとらわれない非常に有能な1台だと思いますので、ぜひ皆さんも乗ってみてください。こちらの板はフィッシャーザ・カーブという板になっております。名前の通り、カービングターンが非常にしやすい板となっております。で、特に、テクニカルクラウンであったり、技術戦であったり、もっと上のレベルを目指していく方にとってはとてもスキーの走りが良くて、スピードの乗ったカービングターンというのがすごくしやすい1台に仕上がっております。ぜひ、このスピード感を体験してみてください。